調布飛行場に隣接する都立武蔵野の森公園。休みの日には広々とした芝生の広場でのんびりと一日を過ごす家族連れでにぎわいます。武蔵野の森公園は調布、府中、三鷹の3市にまたがり、その敷地面積は38万平方メートル、東京ドームの約8個分の広さがあります。公園は飛行場を挟んで北と南に分かれています。北地区は大きな芝生広場や木立が多いピクニック利用的なゾーンとなっています。南地区はスポーツゾーンとしてたくさんのグラウンドが整備され、三鷹市と調布市がその運営を行っています。その南地区のグラウンド整備工事中の2009年に土の中から飛行機のプロペラが発見されました。発見場所は現在の三鷹市軟式野球場 A 面の一塁ベースあたりです。工事中に発見されたプロペラは全部で3機ありました。3機の中で一番状態の良いプロペラは、当初陸軍の3式戦闘機飛燕のものと考えられていて、サービスセンターに展示することとなりました。ところが2019年、展示の準備中に新たな発見がありました。プロペラのブレードにそれまで錆に覆われてわからなかった銘板が姿を現したのです。銘板にはプロペラの仕様が記されていました。専門家の調査により、このプロペラは陸軍の主力輸送機だった100式輸送機2型のものであるということが分かりました。武蔵野の森公園の敷地からなぜ陸軍の飛行機のプロペラが発見されたのか、その謎を探るために調布飛行場の歴史をたどってみましょう。調布飛行場は東京都の前身である東京府が建設を計画し、昭和16年4月に完成しました。8月からは東京府と協定を結んだ陸軍専用の飛行場となり、12月には太平洋戦争が始まります。その後、調布飛行場は日本の首都東京の防空拠点として重要な飛行場となっていきました。戦局が悪化した昭和19年11月には、アメリカ軍の B-29 爆撃機が東京に来襲するようになり、調布飛行場でも B-29 に体当たり攻撃をする特別攻撃隊が編成されました。調布飛行場にはアメリカ軍の来襲を迎え撃つ戦闘機やアメリカ軍の動向を探る偵察機に加えて、物資や人員を輸送するための輸送機も配置されていました。その中にこの100式輸送機も含まれていました。100式輸送機は日本の輸送機としては最も多い517機が生産され、終戦まで使用されました。当時としては世界でもトップクラスの高速輸送機で、性能も実用性も大変優れていました。昭和20年8月15日に終戦。その後、調布飛行場は進駐軍に接収されました。進駐軍に飛行場を引き渡すにあたって、残っていた飛行機はプロペラや武器を取り外して戦闘できない状態にするよう指示されました。昭和20年秋、当時17歳だった藤原博さんは進駐軍の監視をかいくぐって飛行場に残っていた陸軍の飛行機の写真を多数撮影して貴重な記録を残しています。
プロペラが出動した様子はどんな風だったのでしょうか。工事を行っていた三鷹市の記録によると、プロペラが発見された穴は南北で測った大きさが 8.8 メートル、深さが 2.2 メートルで、ローム層にまで届いていました。その埋め土の観察から、穴が長い間開いたままになっていて自然に埋まったのではなく、取り外したプロペラを穴の中に入れて埋め戻したもの。つまり、プロペラは人為的に埋められたものであることが分かりました。プロペラは現在、公園のサービスセンター内に展示されていて、毎日9時から16時半まで無料で見学ができます。3枚のブレードは腐食して先端がすべてなくなっていますが、完全な形だと直径は3メーター26センチあります。百式輸送機のプロペラだとする決め手となった銘板も肉眼で確かめることができます。武蔵野の森公園には、この他にも戦争の記憶を伝える2基の延滞号や玉石水路が残されています。戦後80年が過ぎようとしている今、公園に残されたこれらの戦争遺跡が無言の語り部となって戦争の記録と記憶を次世代に語り継いでいくことを飛行場から飛び立つ翼に託して見守りたいと思います。